アブドゥル・ムイスはインドネシアの作家、ジャーナリスト。オランダからの独立を掲げて民族主義運動に参加した。1886年7月3日に西スマトラ州深海の南カバウジン有力者の家に生まれる。成長したムイスはオランダ式の教育を受け、3年間ジャカルタで医学を学んだ。卒業後は管理となるが間もなくジャーナリストに転校し、 1912年に民族主義新聞ケイアム・モエダを共同創刊する。ムイスは新聞でインドネシアの人々に対するオランダの姿勢を批判するなど植民地支配に否定的な立場を示し注目を浴びた。第一次世界大戦中はインドネシアの自治権拡大のために積極的に活動し東インド防衛委員会のメンバーを務めた。ムイスは サレカットイスラムのメンバーとしても活動していた。ムイスは、ウマルサイード直ロアミノトラサレカットイスラムのメンバーと、共に、オランダ領東インド植民地議会の議員に、選出され、現地人の地位向上と自治権拡大を目指した。しかし、1919年に、北スラウェッシ州に遊説に行った際に、現地のオランダ人管理殺害の容疑で逮捕される。 釈放後の1922年には、ジョグジャカルタ市で暴動に参加して逮捕され、西ジャワ州ガルトに3年間投獄される。ムイスが描かれた切手1920年代後半からは、政治から創作活動に重点を置き、1927年に出版社バライプスタカに所属する。1928年に人種差別と社会差別を描いた諸女作、 ソラ・アスハンを出版した。作中では、男性、花ィと女性コリーの比例を通して、伝統的価値観を守るか、西洋的価値観を受け入れるかという植民地化のインドネシアの人々の置かれた現実を描いている。ソラ・アスハンはムイスの最も有名な作品であると、同時に最も人気のある近代インドネシア文学作品の一つとなっている。 2009にはインドネシア文化遺産シリーズの一作としてバライプスタカから復刻され、2010年にはロンター財団から英訳版が出版されている。その後、ムイスはパートミン女道など4作の小説を執筆している。ムイスは生涯の後半をバンドンで過ごし、バンドン工科大学の設立にも関わった。第二次世界大戦後は、 西ジャワ州とスンダ族の近代化に力を注いだ。1959年6月17日にバンドンで死去した。ムイスはインドネシア独立の党首として評価されており、多くの都市にはムイスの名を冠した道路が存在する。死去した2ヶ月後の8月30日には、インドネシア民族主義への貢献を評価され、スカルノによってインドネシア国家英雄の称号を授与されている。 ありがとうございます。